米国の W88 核弾頭の構造予測図。これは、2ステージ型の核融合兵器であるが、第1弾はブースト型核分裂爆弾である。5、ブーストガスキャニスターが重水素ガスと見え水素ガスのタンク。第1弾のプルトニウムコアの中空部にブースターガスの表示がある。ブースト型核分裂兵器、または、ブースト型核分裂爆弾、あるいは、強化原爆は、 通常は少量の核融合物質を用いて余分な中性子を発生させ核分裂の頻度を増加させることで早期発火を防ぐとともに核出力を増強するタイプの核兵器を指す。この方式による核分裂の増強効果をブースト、そのためのメカニズムをブースターと呼ぶ。核融合反応を利用するが、それによる発生エネルギーの増加はごくわずか。 おそらく1%程度であり、その主な目的が各分裂反応の増強である点で、水素爆弾などの各融合兵器とは異なる。ブーストによる早期発火の防止は原子炉級プルトニウムで各分裂兵器を製造する際の鍵となる技術でもある。また、同量の各物質であれば、この技術を用いることにより、 より大きな威力を得られるので、核弾頭の小型化には不可欠の技術とされる。このブーストというアイデアは、1947年の秋から1949年の秋の間に、米国のロスアラモス国立研究所で初めて開発された。爆縮型核分裂兵器では、核分裂物質は通常爆薬によって生み出される、均一な球面上の爆縮衝撃波によって、 高速で圧縮されて、超臨界状態になる。この超臨界状態では、核物質の外部に漏れる、中性子や、吸収だけされて、核分裂が誘発されない反応による、中性子の消耗を差し引いても、核分裂反応で放出される、中性子が十分な量の他の核物質の核分裂を誘発し、さらに連鎖することで全体として中性子数が増加していく連鎖反応を形成する。 この単純な連鎖反応で核兵器自身がバラバラに飛散する前までに分裂できる核物質は最大で20%に過ぎない。条件が理想から遠い場合はこの比率はさらに悪化する。また核物質が圧縮されて十分な超臨界状態になる前に連鎖反応が最低限持続する臨界状態となる瞬間がある。この状態で 核物質内部で十分に高いエネルギーを持った中性子が生成されるか外部から侵入すると核物質の圧縮合体が不完全な状態で連鎖反応を開始してしまうため生成される核エネルギーで核物質の圧縮はその時点で急激に阻止され大部分の核物質が未分裂のままで飛散してしまうこれが早期発火である臨界状態におけるこのような不都合な 中性子生成の最大要因は、核物質中に不純物として含まれる、自発核分裂を起こすことができる同位体の存在である。正規の爆縮が高く兵器において、239プの比率がおよそ93%以上の兵器級プルトニウムを用いる主目的は、早期発火を防止して、設計値通りの核出力を高い信頼性で得るためである。 兵器級プルトニウムを用いた核兵器では、超臨界状態がピークに達する適切なタイミングで、核物質の外部から連鎖反応の引き金となる中性子を供給するメカニズムが必要となる。ブースト型核分裂兵器では、通常は核融合物質として、重水素ガスと見え水素ガスの混合物を用いる。起爆時にはまず核分裂反応が開始し、 大部分の核分裂物質が未反応の初期段階で、核分裂反応に伴う高温高圧によって、重水素一原子核と見え水素一原子核が、重水素、見え水素融合反応を開始する。核融合反応率は20から30メガケルビンで、十分大きな値となる。この温度は1、1%未満の核物質が分裂した、非常に低効率の段階で達成されてしまう。 核融合反応によって放出される中性子が核分裂反応で放出される中性子に加算され、これがさらに多数の核分裂反応を誘発して中性子を放出させる。これにより核分裂の頻度が非常に増加するため、核物質自身の発生させたエネルギーで核物質が分解して飛散する前により多くの核物質が核分裂を起こすことができるようになる。 超臨界状態における核物質内の中性子の増加率を表現する数値として、ある時刻における中性子の増加率を、その時刻における中性子の総数で除した値が用いられ、記号としてはアルフーまたは a が用いられる。アルフーは実際には時刻とともに変動する時刻関数であるが、 この値が一定であると仮定すると、A を適当な定数として、時刻 t における、中性指数は、あえ αt と表現される。この式から、α が0であれば中性指数は増加も減少もしない、つまり臨界状態にあることがわかる。ブーストを用いない各分裂兵器では、各物質がプルトニウムの場合でもウランの場合でも、α の最大値は 108s-1 から、 その数倍程度となる。DT 融合によるブーストを行うと、この値は約一桁大きくなる。さらに、重水素と見え水素の融合によって発生する中性子のエネルギーは1 4メブであり、各分裂反応によって発生する平均的な中性子のエネルギーである2メブと比較すると7倍もエネルギーの高い中性子を生成する。この高エネルギー中性子は、 次のような理由で、核分裂中性子よりも、さらに核物質に吸収されやすく、また核分裂を発生させやすい。核融合による、高エネルギー中性子が、核分裂物質の原子核に衝突した場合、核分裂由来の中性子による衝突と比較して、より多数の二次中性子が放出される。核融合による、高エネルギー中性子に対する核分裂弾面積は、 核分裂による中性子の場合より前断面積がより大きくなり、それに比例して三段断面積も捕獲断面積もより大きくなる。ブーストによる起を効果の大きさは用いられる各融合物質の量を考察することで説明される。1モルの重水素と1モルの見栄水素が完全に核融合すると1モルの中性子が生成される。 中性子の外部への漏出によるロスと、中性子が原子核に衝突しても、産卵のみで核分裂が起こらない場合を無視すると、この中性子は1モルのプルトニウムを分裂させ、これによりさらに4.6モルの中性子が生成される。そしてこの4.6モルの中性子が、今度は4.6モルのプルトニウムを分裂させることができる。この最初の2世代で分裂する1.338、 キログラムのプルトニウムは TNT 爆薬換算で約23キロトンに相当するエネルギーを放出する。これは核兵器が4.5キログラムのプルトニウムの典型的な値を持つとしてその29.7%に当たることになる。5グラムの核融合物質が放出するエネルギーは1.338キログラムのプルトニウムの分裂によるエネルギーの1.73%に過ぎない。 核融合ブーストの後の第二世代の核分裂以降も連鎖反応は続くので、さらに大きなトータル核出力と高効率も達成可能である。また、爆縮が高く兵器は、もし臨界状態に到達する瞬間に中性子が存在して早期発火となってしまっても、必ず核融合反応を起こすために、十分な程度の範囲の核出力を達成するように、 設計することが可能であるため、一旦核融合反応が開始されれば、相対的に、短時間に大量の高エネルギー中性子の供給により、核物質全体が飛散するまでに、かなりの量の核物質が核分裂を終了できる。つまり、核融合ブーストは、早期発火からのリカバリーを可能にするのである。現代のブースト型核分裂兵器では、 重水素ガスと見え水素ガスの混合物は、これを、嗅覚上の核物質の中空部に注入するか、または、核物質の外側の劣化ウランなどでできたタンパーと、レビテートされた、レビテイテッド、隙間によって浮かされた内側の核物質コアとの間に設けられたギャップに注入する。固体の重水素カリチウム、見え水素カリチウムが使用される場合もあるが、ガスの方が、フレキシビリティが大きく、 外部に保存することも可能である。見え水素は各分裂兵器の運用年数に対して相対的に半減期が短いため十分な効果を発揮させるためには見え水素ガスを定期的に交換するかあるいは起爆の少し前に核兵器の外部から新鮮なガスを注入することが望ましく実践でもそのような運用が行われている模様である。 ブーストが高く分裂兵器の第一の利点は、早期発火リスクの低減である。兵器ープルトニウムを用いて製造された正規の核兵器で、早期発火を起こす確率は非常に低いが、実戦において近い距離での核爆発によって、中性死傷者を受けた場合は、核物質内に自発核分裂を起こしやすい同位体が生じるため、後で起爆した際に早期発火を起こして、 高い核出力を達成する前に飛散してしまう確率が高まる。核融合ブースト型核分裂兵器ではこのような近接した核爆発による中性死傷者に対しても非ブースト型の核兵器よりは影響を受けにくくなる。第二の利点は高い核出力の割には重量を減少できる効率性であり、このため前述のように 核兵器の小型化には不可欠な技術ともなっている。現代の核兵器のほとんどは、第1弾の核分裂兵器と、第2弾の核融合兵器を組み合わせた2ステージ型の核融合兵器であるが、蒸気のような利点から、第1弾は、ほとんどの場合核融合ブーストが高く、分裂爆弾であり、特に現在米国が保有する核兵器はすべてそうである。また、 ある核兵器設計者によれば、核兵器における著しい効率の向上の理由の大部分はブースト技術によるものであるとする。当初、核融合によるブーストはもう一つの別の意味合いを持っており、今では完全に陳腐化してしまったが、核融合反応で高速中性子を大量に発生させ、 これで劣化ウランの核分裂を起こすというタイプのシングルステージの核兵器を目指したものであった。これも2ステージ型である水素爆弾とは異なる。ソビート連邦の上マイナス4レイヤー計器のような初期の熱核兵器では劣化ウランの主成分である 238U の核分裂を誘発するために大量の核融合反応を使用する設計になっていた。これらの兵器は 核分裂性のコアが重水素化 6Li で取り巻かれ、これをさらに劣化ウランで取り囲む構造であった。他のいくつかの設計では別の核物質の層を持つ構造になっていた。ソ連のレイヤーケーキは米国のアラームクロックや英国のグリーンバンブーと類似したものであった。このタイプの兵器が爆発する場合、高濃縮ウラン、またはプルトニウムのコアが中性子を生成し、 そのうちのいくつかが 6LI 原子に衝突することで、見え水素を生成する。各分裂反応によるコア温度上昇により、非常な高圧を必要とせずに、重水素と見え水素が、熱核融合を起こす。この種の兵器の主目的は、エネルギーよりも、むしろこの高エネルギーの中性子の生成である。各融合反応で得られる14メブモの高エネルギー。 中性子が 238U の原子に衝突し核分裂を起こす。この核融合ステージがない場合、238U に衝突した核分裂由来の2メブの中性子は、そのほとんどが単に吸収されてしまうだけである。238U の核分裂は、エネルギーと中性子を放出することで 6Li から、さらに、三重水素を生成するという形で、 このサイクルが繰り返されていくことになる。劣化ウランは、高濃縮ウランに比べて、極めて安価であること、及び、それが、臨界量を持たないため大事故に陥る、危険性が小さいという両方の理由で、238U を核分裂させることによって得られる、エネルギーの増分は兵器にとって有用である。このタイプの熱核融合兵器は、核出力のうち最大20%を核融合で、 生成する。残りは各分裂によるが全体の核出力は TNT 換算で1メガトンが限度であるとされている。上マイナス4の核出力は TNT 換算で400キロトンであった。これに対して真の水素爆弾は典型的には核融合反応で核出力の約50%を生成する。技術的には 核融合反応による核出力の九十七パーセント生成もすでに達成されており、全体の核出力の上限は存在しない。ファクツ、アバウトニュークリアウェポンズ、ブーステッドオフィションウェポンズ、インディアンサイエンティストアゲンストニュークリアウェポンズ、原子炉級プルトニウムと兵器級プルトニウム、調査報告書、遮断法人原子燃料製作研究会、水爆は。 強化型原爆化北朝鮮核実験規模小さく東京新聞2016年1月7日 HTTP w w w f a s o r g スラッシュ nuke スラッシュガイドスラッシュ usa スラッシュニュクリアスラッシュ b e t h e d o t c o 2 d h t m l ヘビーゼカーソンマークリアクターグレードプルトニ sx プロシブプロパティーズ 1990ニュークリアコントロールインスティチュート原子核物理の基礎核分裂反応原子力百科事典アターミカハットニュークリアウェポンアーカイブ12.0ユースフルテーブルズハット AB ニュークリアウェポンアーカイブ4.3フィションフュージョンハイブリッドウェポンズハットザガバナンスオブラージテクニカルシステムズありがとうございます